どうも、ゴルフプロの三ツ矢です。いつもありがとうございます。今回は、脇を締めるなというテーマでお届けしていこうと思います。トップの位置で脇を締めろと言われた方、結構ね、多いんじゃないでしょうか。脇を締めろ、脇を締めろ。ね、結構これが横行してるんですが、まあ、正直ですね、まあ、我々もですね、そういうようなことを、まあ、言うっていうことはあるのかもしれませんね。ですが、細かく言うとですね、こういう意味だよということをちょっと覚えてほしいんですね。そして、脇を締めろという、まあ、それを正しく解釈していただくといいのかなと思います。で、細かくね、ポイントを押さえていくと、あ、実はこういうことなのかなっていうことが必ず分かって正しいスイングにつながりますので、ぜひね、最後まで見てみてください。では、早速いきたいと思いますが、脇を締めろというのはですね、まあ、俗にバックスイングした時にこういう感じになる方が多いので、こうなってですね、こんな感じでね、トップの位置でこうね、脇がこうやって空いてる方、こういう方に脇を締めろと言ったりするわけですが、これ、脇を締めろって、厳密に言うとですね、まあ、例えばこの脇にタオルを挟んだりとか、ヘッドカバーを挟んだりとか、まあ、様々なね、練習方法をされてる方、まあ、いるんですけども、これをですね、本当に締めたままですね、バックスイングすると、こういう感じのバックスイングになっちゃう人が結構いるんですね。ですから、この肘の位置が非常に低いところで、本当に脇が締まった状態で、こうバックスイングしちゃう。そして、脇を締めなきゃいけないので、この腰が横に流れて、もうとにかくここは開けちゃいけないから、こういう感じでですね、腰が横に流れてしまうね。こんな感じで、スウェーしてしまう。こういう方が結構多いですね。なので、バックスイングで、このトップの位置でこうなってしまう人に対して脇を締めろっていうことは、まあもちろん言われることは、言うことはあるかもしれませんが、これ厳密に言うと、肘なんですね。肘を内側に絞った状態で、ここは開くんですね。ここはちょっと空いてる状態なんですね。ここを締めると位置が低くなってしまったり、こっちがついていってしまったりしますので、トップの位置に上げたときに、この右の肘がちゃんと下に向いている状態、こうならないように肘を内側にキュッと締めた状態、この形を取っていただくのが理想的な形になります。ですから、肘を外側に開かないように気をつけてトップの位置を作ってあげるというのが正しい解釈なんですね。厳密な形はそういう形になりますので、そうするとバックスイングした時にこの形ですね、この肘が肩の位置よりちょっと低いところぐらいですね、の位置でここは空いてる状態。ですが、肘が外側には開かないように内側に絞った状態にしてあげると、スイングのプレーンが一定の面をなすようにオンプレーンで綺麗に振れるような形になりますので、このポイントをしっかり押さえてやってみてください。で、この形を作るためのドリル。このチャンネルでは皆さんにいろんなドリルをね、ご紹介してますが、ブックスイングドリルというですね、この手を合わせたこのドリルが一番正しい形を作っていくことができます。これはもう左右対称で、およそ形をですね、作れますので、このドリルをやっていただくと、肘がしっかりキュッと絞られた状態でスイングできるようになりますので、脇を締めろとね、あまりにも言われてしまうとですね、こういう感じで、ね、もうここ絶対開けちゃいけないみたいな、こんな感じのスイングになってしまう方は、これはですね、ちょっと極端に言われすぎちゃったら、そんな感じになっちゃうと思いますので、少し間違った解釈にならないように、意味をこうしっかりと考えて、これはどういうね、形が正しい形なのかというのを、ちゃんと理解した上で、トップの位置をちゃんと確認しつつ、スイングを、こんな感じでやっていただけるように頑張ってやってみてください。今回は、脇を締めろというのはちょっと違うよ。脇を締めるな、ね、肘を締めろという、ね、結論に至るわけですが、まあそういうテーマでお届けさせていただきました。ね、しっかり正しく覚えて知識もつけてやっていただくといいと思います。ね、このチャンネルでは、本当にね、いろんなこう情報が皆さんの耳に入ると思うんですけど、実はこういう意味なんだよということをですね、こう正しく解釈していていただけるような、まあ、そういう説明もね加えさせていこうかなとも思ってますので、ぜひね、こうしっかりと、まあ、1回で分からなかった方はですね、
何回も見ていただければいいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。最後ね、チャンネル登録よろしくお願いしますね。頑張って皆さんにいろんな動画をね、どん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 配信していきますので、皆さんもぜひ応援よろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。